おはようございます、こんにちは、こんばんは、サロポンです。皆様、ピクセル 3A、 こちらの機種ですね、2019年の5月17日に発売したんですけれども、今現在ですね、1万円ほどで買えてしまうんです。ということで、私ピクセル 3A 買ってしまいました。こちらの機種ね、何がいいかっていうと、 Google ではね、3年間の OS などの更新の保証をしているんですね。そのため2022年の5月までOS が、最新版が使えるということで、今現在最新の OS、Android の11がインストールされているんですね。ということで、この Pixel 3A、非常にいいわけなんですけれども、なんといってもですね、軽さが半端ないですね。小さいです。それから、背面指紋認証、ここですね。背面の指紋認証あり、それからカメラも素晴らしい。4K の30コマの動画のね、撮影も可能でございます。それから USB の Type-C が使えるんですね。ということで、1万円弱で買えてしまう Pixel 3A なんですけれども、サブ端末にはもちろんですね、お父様、お母様にプレゼントするのもいいですよね。これね、メイン機種としてもかなり使える方だと思います。無駄な操作がいらないんですね。iPhone などと同じように使うことができるので、感覚的に使うことが可能です。Android 11ですのでね、最新版ですし、セキュリティアップデートもね、先ほど確認してみたら走っていたので、これね、本当に素晴らしい機種だなって思います。ということで、こちらをですね、カメラ性能見ていきましょうか。まずね、動画なんですけれども、こちら 4K で撮っております。 4K の映像、非常に美しいと思いませんか？このような映像がですね、撮れるんですね。はい、美しいですよ。 4K で映せば SNS 映えも文句なしですよね。非常に高画質で美しい映像が撮れるので、 4K でも対応しているんですね、この Pixel 3A。 なんて素晴らしいんでしょうか。次は写真です。ということで、1万円で買える Pixel 3A、 いかがでしょうか。指紋認証、それからお財布携帯、非常に便利ですね。このようなものが1万円で買えるっていうのは非常にびっくりですね。それからカメラ、4K の撮影も可能ということで非常に優れているんですけれども、ナイトモード、ポートレートモードまで搭載しております。ということでですね、 SNS にもいろんな形でですね、動画をアップロードしたり、写真をアップロードしたりできるんですね。これがですね、1万円で買えてしまうわけですから、非常に優れていますね。ということで、 Pixel 3A なんですけれども、今現在ですね、私が購入した EOSIS などでは、だいたいですね、1万2000円、3000円ぐらいで購入することが可能です。フリマサイトですと、ちょっとそれよりね、安い値段で買うことができるんですね。なので、フリマサイトを利用するのも手ではありますね。それから新品の価格なんですが、新品はだいたいですね、1万5000円から2万円ぐらいですね。そのくらいの価格で手に入るようです。ということで、 Pixel 3A どうでしょうか。サブ機にも持ってこい、それからお母さんお父さんのメイン機種としても最高なんではないでしょうかね。お子様に持たせるにも最高の一品かもしれません。カメラの性能もね、かなりいいので、これはですね、おすすめですね。ということで、勢いに任せてですね、1万円だったので Pixel 3A を買ってしまいました。次回はですね、この Pixel 3A を利用して作品、写真の作品などをね、いろいろアップロードしていきたいと思いますので、高評価ボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。サラポンでした。